こんにちは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。みんなめっちゃありがとう。来てくれてこんにちは。ありがとうございます。ありがとう。もうイベントラストだよ。みんないっぱい SNS で拡散とかお願いします。イベントラストだよ。早いよ。もう終わっちゃうよ。この枠で終わっちゃうよ。みんな SNS でたくさん拡散よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。ありがとう。この枠はちょっと19時59分までやります。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。頑張れ頑張る。もうラストなんですよこの枠が。だからみんなしっかり見守ってください。キラキラとかクッキーとかももし余らしてるよって方がいれば投げてくださると嬉しいです。お願いします。頑張りましょう。頑張ろう。5分になったら歌おうかな。じゃあ新車出そうね。出そう。頑張りましょう。まだまだ諦めてないので皆さんよろしければキラキラとかクッキーとか投げてくださると嬉しいです。お願いします。ありがとう。頑張りましょう。ニミさん発砲ありがとう。ニシ君ハートのクッキーありがとう。ありがとうございます。ワッシーレインボースターありがとう。ゆみちゃんハートありがとう。さかゆきさんロリポップありがとうございます。こいしてカープさんハートのクッキーありがとう。今3分なんですが5分になったらちょっと説明をしようと思います。SNS 等で拡散もよろしくお願いします。歌ってる時にコメント欄とかはちゃんと見てるのでしっかり後でお礼させていただきます。
ってことで、みんなで盛り上がっていきましょう。おーイエーイイエーイよし、じゃあ鍵穴でもしようかな。そうですね、鍵穴します。じゃあまた。あ、待って、どうしよう、予約しといた方がいいのかな。先に息を温存で、サビで息バーンっていける感じで、3万円ぐらいからちょっと実際にと鍵穴します。座っていただいてたりってしますか。そうですね、わかりました。わー、嬉しい。始めますね。待って、これさ、ちょっと喋りたくないんですけど、この君ってやつ消したい。じゃあ、スタート。ここでよ。本日はお前のこと大好きにゃんこ、うつみりねオリジナル公演、お前のこと大好きにゃんこじゃけど、みんなにゃんこじゃけど、お前は公園に来ていただき誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、お客様にいくつかのご注意とお願いを申し上げます。本公演ではお客様がアバターのためカメラなどに映り込むことはございませんので、椅子の上に立つ、場所の移動などの迷惑行為は可能ですのでご安心ください。本公演は画面録画可能のため遠慮なく撮影してください。また SNS に掲載する際は、ブサイクに自己画像や口が半開き、目が白目、顔がブレているなどのブサイクなスクショの掲載はお控えください。公演後、ブサイクな写真を掲載している場合は SNS 等のアカウントをブロックさせていただくこともございますのでご注意ください。少し冗談で少し本当です。また宇都宮には気分屋のため、皆さんがしっかり盛り上げてくださらなければ機嫌を損ねて公演の中断または中止になりかねないため、コールやペレントなどで応援していただきますようよろしくお願いします。以上のことを守りながら、キラキラやギフトやコメントをしてくれるとりぬちゃんはとても喜びますのでよろしくお願いいたします。皆さん、もう本当にイベントラストです。次いつこんな公演をするか分かりません。なのでしっかりしっかり私のことを見送ってください。見送る、死ぬ、見送ってください。みんなで一緒に楽しみましょう。まだまだ初心者の夢諦めてません。なので SNS 等でりぬちゃんが今配信してるよ、前髪の美人よ、可愛いよ、カラオケ配信してるよ、みんなキラキラ1個でも投げてねとかいっぱい SNS で拡散してくださるとお願いします。それじゃあ、まもなく開演です。今しばらくお待ちください。でデンデンデデン、よし、じゃあ行くか。行きます。ちょっと一個一個押していく形になるんですけど、ご了承ください。私カラオケに慣れてないもんでね。
聞いてください。聞いてください。ジェラクシー。
バスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい。なんと恋をしてもなれないね。カーブ曲がったら傾く時、そうは同じさ。リポップありがとうございます。みんな X で拡散とかいっぱいしてくださると嬉しいです。お願いします。聞いてください。最強ツインテール。
っと待ってくださいな。ちょっと待ってくださいな。ちょっと音を下げすぎて、あのミュージックの音が聞こえてなかった。それではこれでいきます。よし、OK。体育館の西側の階段は下級生とすれ違う唯一の場、昼休みに何度通っただろう、君の姿探してたんだ。聞き覚えのあるI don't know.コメントでしてくださって嬉しいです。どういう時髪型を変えるのか、女の子のその気持ち謎だけど、振り返って何度眺めただろう、僕は君に恋をしている。昨日のポニーテールももちろん素敵だけど、雑誌から抜け出した君こそがアイドルだ。日差しの中順調ついてノックアウトされちゃった。そんな笑顔見せられりゃ誰もみんな一号さ。抱きしめたい順調ついて、ずっとずっとこれでいて、もうこれ以上はないよ、定番にして。くさん、おんぷんありがとうございます。つるさん、ハートありがとう。まーちゃん、おんぷんありがとう。けんちゃん、ベライトありがとう。できることならばいつまでも君はツインテールが似合う、少女のまんまで変わらないでほしい。僕の好きな最強ついて似合いすぎてキュンしてる。なんで二つに結んだの男たちが今日は君は最強ついて、もっともっと好きになる。今世界が一番可愛い人。ありがとうございます。ありがとう。ウシュタンクッキー、ありがとうございます。最強ツインテールでした。ゆりちゃん、ハートありがとう。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。ありがとうございます。初見さん、
STU42期生のリネタンカトルツムリネです。今はイベントの最終枠の配信をしております。現在イベントが、8位なんですけども、皆さんが投げてくださるキラキラとかクッキーとかそういうポイントで私のポイントにつながってくるので、もし1個でも余らせてるよとか思う方がいればですね、キラキラとか1個でもいいので投げてくださると嬉しいです。お願いします。もしキラキラとかがなかったらSNS 等で X で拡散とかしてくださるともとっても喜びます。ハッシュタグリネタン写真集絶対をつけてつぶやいてくださったら、この配信が終わった後にいいねしに行きますので、もしよろしければそのタグを使ってみてください。お願いしますそう、ショールームの配信ではないんですけど、そうそう、最強ツインテール入ってました。カラオケには嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。服かわいい、え、嬉しい。そう、服はなんかかわいいでしょ。セットアップになってるんですよ。かわいいでしょ。これつながってるんですよ。スイードです、ピンク色の。ありがとうございます。イベント最後まで頑張って目指せ上位。え、嬉しい。本当にもう本当に来てくださるだけですごく嬉しいです。ありがとうございます。ってことでちょっと MC をしていこう。こんにちは、 STU48 です。ありがとうございます。ショールームをご覧の皆さん、こんにちは。リネタンこと宇都宮です。じゃあちょっと自己紹介をさせていただきます。いきます。岡山県からどんな子を瀬戸内で一番元気を届けるのはリネタン。みんなで一緒に君団子、はい、ハムハム。ありがとうございます。岡山県出身リネタンこと宇都宮です。よろしくお願いします。いやちょっと聞いてください。もう今日前髪の美人が良すぎてやばくないですか。前髪の美人がめちゃくちゃ良くないですか。もう過去一だと思うんですよ。過去一、もう本当にめっちゃ美人がいい。前髪の美人が良すぎてちょっと2024年、もう今日で前髪の運を使い果たしてしまったかもしれないですね。それぐらいもうめちゃくちゃ今日は前髪のビジュアルが良すぎてドドついております、すごく。はい、だからこの前髪のビジョンね、しっくりいっぱい可愛い姿でスクショして収めてください。スクショタイムしよう。ありがとうございます。スクショ皆さん今日も可愛い。ありがとう、めっちゃ嬉しいです。前髪最高、本当に嬉しい。よかった、本当に嬉しい。今日は17曲ぐらい用意してるので、ちょっともう17曲いっぱい歌おうと思います。もし歌えなかったらまた後日歌おうと思うのでぜひ来てください。じゃあちょっと次のコーナーに行きましょうか。ちょっと、まあ、後半戦でちょっと話したいことがあるので、皆さんにちょっといてください。じゃあ次の曲に行きましょう。なんかマイクが結構ハウってて、なんか聞いててキーンってなっちゃう時があるかもしれないんですけど、すいません。その時はどうしようかな。次の曲に行きます。この部屋がめっちゃ
聞いてください。真ん中のブロックです。ガールズルーム。海岸線をバスは進む。空は高気圧。これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿。限界にした窓から、潮風に放って波音が近づいてくる。バスタオルを巻き続けて、10秒で水着に着替えよう。なんでも見せ合える仲じゃないか。ワンツースリー。ありがとうございます。ガールズルームでした。おうじくん猫。
ありがとうございます。ありがとう、ハトくん、ハートのクッキー、ありがとうございます。ありがとう、福さん、オープン、ありがとう、ありがとうございます。広島レモンさん、オープン、ありがとう。ハトくん、ロリポップ、ありがとう。マツさん、オープン、ありがとう。ハルルン、オープン、ありがとうございます。ゆりちゃん、ハート、ありがとう。カレーナンマンさん、ハートのクッキー、ありがとうございます。みんなが今日、今さっきでこれ何曲ぐらい歌っただろう。ウィルソンさん、タワー、ありがとう、ありがとう、え、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあちょっとお礼書かせていただきますね。ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。なんかこの公演っていうか、この今回歌うセトリはショールームとかで歌わない曲とかも結構入ってくるので、リネちゃんが歌ってる姿見たことないよっていう場面も結構多いと思うので、いつも応援してくださってるリネちゃん推しさんとか、初めて私のこと見るよとか言ってくださる方とか、最近リネちゃん知ったよって言ってくださる方とかも、この配信を見るだけで大体わかる、あのセトリにしています。まあ、大体っていうか、私の好きなコンセプトがすごく可愛いとかプリティとかそういう系統なので、可愛い曲をたくさん集めてみました。で、今回乃木坂さんとか日向坂さんとかのゆみさんとか HKT さんとか NGT さんとか MMB さんとか STU とかもちろんあの歌うので、ぜひ見てください。ウィルソンさん、パワーありがとう。楽しみにしててください、皆様。もうあと1時間とか1時間半とかかな、もうそれで配信が終わっちゃうんですよ。このイベントが1週間イベントがあったんですけど、終わるのは本当にあっという間ですね。なんか本当にまだまだ私は諦めてないし、諦めたくないので、最後までね、一緒についてきてくれると嬉しいなと思ってます。平日のね、時間が短い、自由な時間が使える時間が短い中で、こうやって配信とか終わってすぐ定時で抜けて見てくれて本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。なので見てて、なんか良かったなとか、応援して良かったなとか、楽しいと思ってもらえるような配信にしますので、ぜひ見てください。カラオケ屋さんから配信するのはね、なかなかないからね、貴重なんですよ。イベントの時にもう毎回1回あるかなって感じなので、今この配信を見てくださってる方はすごくレアだと思います。今日前髪の道がいいからね、しっかり見てください。みねちゃんの可愛い姿を見てください。みねとんさん、カラオケじゃない、パワーありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。またはありがとう。 Thank you Thank you。
抜いて、もちかちゃんハートありがとう。みんなコメントとかいっぱいしてくれるとすごく私もすごくなんか嬉しいから、遠慮なくコールとかコメント欄で書いて言ってくださいね。画面越しで言ってくれてるかもしれないけど、関係ないと思って言ってくれてるかもしれないけど、コメント欄でめちゃくちゃコールぶっかましてください。もうすごく嬉しいので、全然ギフトとかじゃなくてもあのコメントで盛り上げてくれるのすごく嬉しいので、もういっぱいなんかガチ恋工場とか言っちゃってくださいね。お願いしますよ。よし、じゃあ次の曲に行くか。ちょっと たまにちょっとハグちゃってやめの時があるんですけども、よし、あつさんハートありがとう。もちこちゃんハートクッキーありがとう。まーちゃんリップありがとう。もちこちゃんリポップありがとう。ってことでちょっと次の曲に行きます。聞いてください、あざとかわいい。つられてしまいました、僕が勝手に恋をしてしまったんです、君のせいじゃない。また今日も君を見かけたよ、じゃなくて僕が君を探しているのかな。女子高生が溢れているラッシュアワーなのに、いつだって目に留まるんだ。
ありがとうございます。あざとかわいいでした。あざとかわいい、ほぼ初めて披露、うつみりね、どうでしたか？結構ね、聞くんですけどね、歌ったことないなと思って歌ってみました。どうですか？マーシーさん、たまありがとうございます。嬉しい。じゃあ、あともう一曲だけ歌ってからお礼します。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、めっちゃ好き。マジ？え、嬉しい、ありがとうございます。あともう一曲もちょっと続けてサプライズがあるんですよ。サプライズっていうか他のグループさんの曲なので、聴いてください、聴いてほしいです。もう本当にありがとうございます。じゃあちょっと次の曲に行きます。聞いてください。キュン。
聞いてください。
ありがとうございます。まーちゃんハート、ありがとう。さあ、
チカルさん、クッキーありがとうございます。じゃあちょっと次のブロックに行こう。次の曲に行きます。聴いてください。ワルキー。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、東京やのよ、今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートを作ってみた。甘いため息ひとくちありがとう。
じゃあちょっと次は本当に歌ったことない曲のグループさん、メールとかにも書いてたんですけど、次の曲に行きたいと思います。聞いてください。おまつべっこ。
がもう一個あったんですけど、もう一個の方もなんかやばい。ほんまにごめんなさい、ちょっとガチごめんなさい、ほんとタイミング悪かった、ほんますいません。ミラーボール、ありがとうございます、ありがとう、ごめんなさい、ほんますいません、マジで。あれちょっと待って、あれない、ほんまにごめんなさい、マジでほんとすいません。新しく交換してきたので多分大丈夫だと思う。Thank you.
と次の曲に行きます。なんか多分普通に吹いてる音がしてから、他のところと繋がったの
とこのスピードと、もう本当ごめんなさい。だからちょっと天でちょっとありがとうございます。マイク本当にダメダメだ。クソ、タワー1、10、100、1000、10本、ありがとうございます。なっておりますので、ぜひ聴いてください。皆さん楽しい時間はあっという間で、あ、これはまだだった、ごめんなさい、まだのセリフでした。じゃあちょっとやっていきます。後半戦も一緒に楽しみましょう。イエーイ。本当にありがとうございます。じゃあ聞いてください。聞いてください。なぎっち、八村レモンさん、ありがとう、間に合った、ありがとうございます。来てくださって、まだまだカラオケ配信するので皆さん楽しんでください。一緒に楽しみましょう。コメント欄とかでコールとか言ってくださったらすごく見てますので嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りない太陽を照りつける光と影。
どこが次かとか見当つかない。どれくらい思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離サイズの日にかきっとわかる。終わりまで駆け抜けますので、ついてきてくださると嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。ベーコンさん、ペナイトありがとう。ハリケン、オンプありがとうございます。クさん、オンプありがとう。メルちゃん、ハートありがとうございます。ちょっと次の曲に行きます。早いことでイベントがもう30分で、私の歌いたい曲とかもたくさんあるんですけど、じゃあ聞いてください。恋をする方は後悔ばかりで自信がない。
まりなちゃん頑張れってことなんで、美しくやろう。皆さんが私のことを、この公園の名前が狛江のこと大好きじゃんこだけど、狛江は公園なんですけども、皆さんが私のことを大好きって言ってこうやって応援してくださるのと一緒で、私も皆さんのことが大好きなのでこの曲を歌います。あ
イベントで現在8位なんですけど、今この順位にいるのは皆さんのおかげです。このイベントに参加するって言った時に嫌がらずについてきてくださって本当にありがとうございました。1週間もあっという間で、あとちょっとで、あと14分とかで、もう十何分とかでもイベントが終わっちゃうんですけど、私からの感謝の気持ちは本当に伝えたいんですけど、伝えきれないんですけども、まだまだ諦めたくないです。そんな自分の夢に向かった歌です。聴いてください。夢時間
生なんてどこまでも坂道ばかりな、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。夢力だそうで汗かいてる。やりたいことはいつだって終わる気にされて、自分の満足はどこに置いていた。知らぬうちに決められたゴールに向かってた。幸せ感じる場所にたどり着けるのかな。経験積んで近道とか分かってくる。それでも不足なほどに抱き眠らず、まっすぐ進むしかない。そこつかないよろしく。イメージを描けよう。最後まで走って、どこかへの力が見なぎる。僕らの呼吸からがすごいぞ。何度もダメだと立ち止まってしまったんだろう。その度にもう一度思い出してきたんだ、あの夢を。夢時間はそうで汗かいた踏ん張れ、全力で行こう。ありがとうございます。夢時間でした。ありがとう、ありがとうございます。はあはあ、よし、今49分なんですけど、もうあとこの10分後には終了するということで、もうあと10分ついてきてくださると嬉しいです。お願いします。まーちゃん大好き玉、ありがとう。最後まで諦めません。ありがとう、ありがとうございます。またお礼配信の時にしっかりお礼させていただきます。ありがとう。よし、あと10分、よし、絶対に泣かない、もう絶対に最後まで笑顔で楽しみます。じゃあちょっとまたこの曲も内海凛のオリジナル公演のセトリには入ってないんですけど、私が勝手に今から歌いたいと思います。ちょっとほんまにすいません、オリジナル公演とかって言って自分のセトリに全然入れてない曲を歌っていってるけども、本当にちょっと
聞いてください。ヘタレグちゃん、すごく楽なんだよね。あいつにはもうできるわけないってみんな思ってるからさ。でも絶対聞かせんな。写真集出すやめた。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること信じているから、そこそこでいいんじゃない。気になることない、ふざけるなってしまったら歩けばいいし休んだって問題ない。人は誰だって だらしない生き物だけど変わってみたくなる。そう、声をきっかけに行け。何が何だかわからない今も本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。西川ってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れてるんだな。力も入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか語る息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのページで通勤進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、あー落ちこぼれよ。昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔ばかり皆さん、イベントがあとちょっとで数分で終わってしまうんですけど、私はもう本当に諦めてません。全身いられるのにもう進むだけです。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい。さやがやらないか、いくぞ。ああ、へたれたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ、一度くらい、何が何だかわからない今も本気出せ。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手くだってやるときはやるよ。ありがとうございます。下手くだちゃんでした。ありがとう。キモツンさん、ハートありがとう。やばい、もう55分だ。
ラップなんですけど、本当に私は最後までずっと諦めないって気持ちなので、まだ諦めてません。もう本当に、なのでもしよろしければキラキラとか一個でも持ってるよって方がいれば投げてくださると嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。本当にもう今現在8位なんですけど、まだ上を見るだけなので、みんなと一緒に最後突き進みたいです。お願いします。もしキラキラとか一個でも持ってないよって方がいれば SNS 拡散などしてくださると嬉しいです。お願いします。ありがとう、イズキャンハート、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。もうイベントがあとちょっと数分で終わっちゃうので、みんなとちょっとおしゃべりタイム。じゃあちょっと最後に自分のもう一回写真集に出したい気持ちをね、言いたいと思います。私もずっと STU48 に入って、ずっと写真集を出したい出したいって言い続けてきました。そしたら STU48 で初めて水着グラビアをさせていただく機会がありまして、そこからグラビアのオファーをすごくいただいて、 STU48 で初めて水着グラビアをさせていただいたんですけども、そこからずっと目標に写真集を出したい出したいって言ってずっと掲げてきました。なのでグラビアのすごいお仕事もすごく幸せで嬉しいんですけど、次こそは写真集を出したいと思ってずっと写真集を出したいって言い続けてきました。で、写真集を出すチャンスを今超えていただけてるので、絶対に諦めたくないですし、絶対に最後まで頑張りたいです。もうあとイベントが今58分で1分とかで終わっちゃうんですけども、最後まで皆さんと一緒に上を目指して突き進んでいきたいです。なので、もしよろしければキラキラとかいいこと持ってるよって方がいれば投げてくださると嬉しいです。お願いします。新春の夢を絶対に諦めたくないです。あと1分、早い。ケンちゃんとありがとうございます、ありがとう。ベニちゃんハート、ありがとうございます。ベニちゃんの写真集見たいよって皆さんがすごく言ってくださるので、私もお届けしたいです。ありがとうございます。59分だ。まんちゃんハート、ロコポコ大好き、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。スタクラハート、ありがとうございます。みんなで一緒に突き進んでいきましょう。本当についてきてくださってありがとうございました。平日の時間が少ない中でこうやって最後まで見届けてくれて応援してくださって本当に幸せです。私はだからこのイベントに参加できたこともすごく素晴らしいことだなと思いますし、皆さんとこうやって最終日を迎えられてすごく幸せです。ありがとう。まー、あ、ちゃんハートたくさんありがとうございます。ひなぴさんハートのクッキンありがとう。たけたけたけ人ダブルタありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。まー、あ、ちゃんハートありがとう。終わった、お疲れ様、早い、早い、イベント終わっちゃった。
感情が溢れてしまって、なんかもう顔面もボロボロになって、ちょっともう超不細工だと思うんですけど、本当にありがとうございました。ちょっともう iPad も元かな、本当に近くでお礼を伝えたいから iPad 持つことにする。ありがとうございます、皆さん。ありがとう、すごく楽しかったです、ありがとう。イベントアスペンスが多かったけど、兄ちゃんのイベントはずっと楽しかった。泣かせないで、本当に泣かせないでくださいよ。もう本当にずっと楽しんでもらえて本当に良かったです、皆さんに。ちょっともう今はね、いろんな感情で溢れちゃってるんですけど、私はもうどんな結果であれ自信を持って、自信を持ってね言えます。本当にどんな結果であれ、マジで本当に自信持って言えるので、本当に皆さんに感謝しかないです。本当にありがとうございます、ありがとう。イベント期間お疲れ様でした。これからも一緒によろしくお願いします、ありがとう。ついてきてくださってありがとうございます。すごく楽しかったです、ヤスさん、お疲れ、ありがとう。ちょっと話したいことがいっぱいあるんですけど、すごく楽しかったです、早かった。ちょっと10秒だけ時間をください。最後までちょっと、いやちょっとね、このルームの主なので、ちょっと感謝の気持ちをしっかり伝えたいと思います。切り替えます。いきます。改めまして、皆さん、本当にこの1週間、2月3日から今日の本日まで1週間、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました、本当にもうマジでありがとうございました以外の言葉が見当たらなくて、感謝の気持ちしか今はありませんけども、このイベントに参加するって言った時に嫌がらずについてきてくれて、それがすごく嬉しかったです。写真集を出したいっていう目標でこうやってたんですけども、こうやってみんなと一緒にこのイベントに参加して今の順位をいただけたことが本当に幸せだなと思います。本当に感謝しかありません、ありがとうございます。このイベント期間中に結構いつもの内海リネの余裕を忘れてた時があって、すごくなんかどうしようとかいろいろと不安に思うことがたくさんあって、どうやったらもっとみんなに楽しんでもらえるかなとか、なんかどうやったらもっと配信を見たくなるかなとか、なんかいろいろと自分なりに考えたりもしたんですけど、やっぱりまだまだ自分の努力不足というか、
な部分があるから、これからもっとね、いろんな人に見て面白いって思ってもらえるような配信をしていきたいなと思ったんですが、今このルームですごく楽しかったっていう言葉をいただけてすごく嬉しかったです。なんか本当にすごい熱い気持ちでやったから今こんな、なんかもう涙が溢れてるんだろうなって思うんですけども、それぐらいやりきったし、なんかみんなとなんかすごい2024年一個頑張れたものが今この瞬間にできたので、すごく2024年はもっと頑張って上を目指そうって思えることができました。素敵な思い出を私と一緒に作ってくださって本当にありがとうございます。もう本当に楽しかったです。悔いはありません。どんな結果であろうと私はもう自信を持って今の自由をいただけたことを感謝しています。SNS で拡散とかしてくださったりとか、もう本当に可愛い画像を作ってくれたりとか、コメントをいっぱいしてくれたりとか、時間ないのにキラキラ集めてくれたりとか、自分の身を削ってこうギフトとか有料のものを投げてくださるのも、本当にマジで皆さん一人一人の生活があるの中でこうやって私に捧げてくださって本当にありがとうございます。改めて感謝しかありません。なのでこうやってね、今私が皆さんに感謝していますけど、今度は私が皆さんにちゃんとこう感謝の気持ちを少しずつでもいいからまた返していきたいなって思います。1週間イベントがあったんですけど、恩返しすることはこの終わった後のね、まあ、ちょっとずつ配信することだと思うので、配信これからも楽しい配信をいっぱいしようと思うので、ぜひ来てくださると嬉しいです。本当にありがとうございました。楽しかったです。こちらこそ本当にありがとう。お疲れ様でした。もう本当に朝早く起きてくださった方とか、夜晩まで見てくださってる方とか、お昼ご飯食べれてない方とかもいると思うので、しっかりご飯食べて寝れるときに寝て休んでください。本当にありがとう。で、本当にお礼配信とかもう本当に近々予定しておりますので、また詳細を発表させていただきます。もう今日程言ってもいいんですけどね、お礼配信のなんか今日考えてて、お礼配信の日程を、お礼配信のちょっと日程を言ってもいいですかね。もう本当に多分今みんなが見てくれてる時に、また SNS で後から言った方がいいのか分かんないんですけど、本当に感謝の気持ちをしっかりまたイベントじゃない日にしっかり恩返しさせていただきますので、また来てください。本当にありがとう。マジでありがとうございました。楽しかったです。悔いはないです。また絶対に夢叶えましょう。頑張るぞー。ありがとう。以上、うつみりねでした。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もうめっちゃブサイク、顔が終わってる、顔がちょっと泣きすぎてもうむくんでるし、やばい、超ブスなんですけど、ありがとうございます。本当にありがとう。
またしっかり SNS 更新などさせていただくので、ぜひ見てください。お願いします。またメールとかも送ります。また X でしっかりお礼させていただきます。本当にありがとうございました。ありがとう。じゃあちょっとみんなとおしゃべりタイム25分ぐらいに、20分ぐらいに、25分ぐらいにしようかな。やっぱすごい全然話せてなかったから、ちょっと話したいですね。みんなとちょっと話したいかもしれない。イベントでなんかいっぱいなんか甘やかさせてもらったけど、こうやって今ゆっくり話してまた甘えてもいいですか、皆さんに。ちょっとみんなと話したい気分だよ今。今だけ甘えさせてください。うーん、ありがとう、お疲れ様でした。イベントこちらこそありがとうございます。ついてきてくださってありがとう。話したいことがあるんですけども、イベントきっかけもあるけど、ツイッターフォローしたよ。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。マジでこのイベント通して知ってくださった方とかもすごくいて、本当にありがとうございます。マジで嬉しい。マジで本当にありがとうございます。このイベント通してすごくなんかいっぱい応援しに来てくれたり、リップとか送ってくれたりとかして、すごく嬉しかった。ありがとう。あ、危ない、事故るところだった。私の足が見えるところだった。危ないよ。もうめちゃくちゃ前髪決まってる。なんかもう本当に仲良くなりたいです、皆さんと。本当ありがとう。もう本当にしっかりお礼させていただきますので、ぜひ。でもイベントが終わって、明日もちょっと配信させていただくんですけど、明日の配信ではちょっとね、ありがとうのことだったりとかを言ったりしようと思います。なんかね、ちょっとね、言っとかなきゃいけないことがあって、ちょっとそれを先にだけ言っといてもいいですか。なんかお礼配信のことなんですけど、そのお礼配信とイベント後継ランキングの皆様に向けてのことなんですけど、今日9日なんですけど、イベント後継ランキングについてちょっとちょっと募集したいことがあってですね、イベント後継ランキングの、1位から3位の方に向けての30分リネと話せる、その人に向けて永遠とリップ編するっていう企画があって、それをちょっと実行したいんですけど、特定の人物の人だけだとちょっと難しいっぽいので、30分リップ編はするんですけど、一旦みんなに向けてリプ編するよって形でツイートさせていただいて、その後ランダムでその1位から3位の方には30分ちゃんとご返信リプをいっぱい送ろうと思います。それ以外の方はランダムで返そうという感じになら大丈夫なので、そうします。なので明日もうリプ編する形になるんですけど、1位から3位の方は30分12時から12時半の間でちょっとリップ編をね
30分やろうと思うんですけど、それ以外の方にもちょっとお礼も兼ねてランダムでリプ編させていただこうと思うので、ぜひ皆さん参加してくださると嬉しいです。あの、私からの気持ちなんですけども、本当にお気持ちですが、ランダムであのリプ編させていただくので、ぜひ皆さんリプ、多分この配信見てくださってる方とかだったらあれだけど、明日リプ編企画するのでぜひ来てください。皆さんありがとう。そう、でも本当にマジで皆さんに感謝したいからみんなとリプ編することにしたよ。そう、また詳しい説明とかはね、あのさせていただくんですけど、でも明日みんなリプ編するからリプして返してね。みんなからのリプ待ってます。私も文字で文章伝えたいし。で、イベント関係ランキングの1位から6位の方に向けてリクエストカラオケというのをあの募集させていただくんですが、そのリクエスト、歌ってほしい曲を事前にあの覚えたいのと、あの予習したいので、あの48、46、イコノイ・ジョイさんのグループ限定にはなるんですけど、歌ってほしい曲を各順1名様ずつ1曲ずつね募集したいと思います。なので1位から6位の方1人ずつ、あの内海りねにインスタの DM か、まあ、Twitter ハッシュタグリポンメールとかハッシュタグりねちゃん写真集絶対をつけて、あの歌ってほしい曲を1曲募集します。1位から6位の方イベント後継ランキングで、そのリクエストのカラオケが1月16日金曜日の8時からカラオケ配信イベントあのさせていただくので、また日程とかはまた X で詳しくポストさせていただくんですけど、一旦イベント後継ランキング1位から6位の方はリクエスト歌ってほしい曲をあの送ってください。私に覚えます、その曲覚えるので。今見れるかな、イベント後継ランキング。見れないよね、見えないか。なんでまたイベント後継ランキングが更新されたタイミングで(笑)お願いします。また詳しくあのポストをさせていきます。いただきます。あ、もし来られない方がいたら、その日は歌わずにまた別の日に回させていただくので、ちゃんと振り替えも考えております。そんな感じですかね。あと、7位から10位の方に向けた写真集未公開カットっていうものがあって、それがあの写真集を発売するんだったら写真集の未公開カットを出す予定だったんですけど、写真集の未公開ショットが多分ないので、今日あのプリクラを撮ってきまして、朝で、それも特別バージョンのすごく可愛いプリクラなんですけど、そのプリクラを未公開ショットとして1名様ずつに名前を入れてあの配ろうと思うので楽しみにしててください。はい、でまあ、またいろいろと話したいことがあるんですけど、今やったイベント後継ランキング、11位から100位の方に向けてもですね、一人一人名前を書いて壁に名前を貼っていって、一人一人こうありがとうっていう感じで可愛いイラスト付きでお礼配信しようかなと思っているので、ぜひ来てください。で、あのイベント後継ランキング100位以内に入ってない方に向けてのお礼配信も考えています。皆さんに向けてのお礼配信を考えているので、ぜひこのイベントに1回でも来てくださった方には本当に一人一人にお礼したいので、皆さんに向けてお礼を考えているので来てくださると嬉しいです。もう今日はイベント終わっちゃったんですけど、本当に一人一人に向けてマジで感謝の気持ちしかないので、100位以内に入ってないから来ないじゃなくて、その方に向けてのお礼もあるので、ぜひ気が向いたらでいいので来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
でまた X でも新しい文章を投稿させていただきます。はい、いろんな気持ちでいろんな形で感謝の気持ちをね返していこうと思うので、また詳しくは X を載せさせていただくので、なんかめっちゃ叫んでる男の人が、なので楽しみにしててください。もう本当にありがとうございました。ありがとう。みんなに今一段階こうやって感謝の気持ちを伝えて嬉しい。今ちょっとね自分の気持ちがね落ち着きました、やっと。だから本当にマジでイベント貢献ランキングがどうのこうのとかじゃなくて、皆さんに感謝の気持ちを考えていて伝えようと思うので、ぜひ来てください。また X で更新させていただきます。詳しい日程とかは必ずお礼させていただきますので、ぜひまた来てください。そして仲良くなりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、本当にありがとう。ありがとうございました。かわいいでしょ、セットアップなんですよ今日。セットアップを着てるんですよ。でも見えないよね。でも超短いから事故ったらパンツが見えちゃうよ。なのであんま見せませんけど。じゃあ23分なので男女読みます。男女読みます。もう100位から読もうかな。今日はじゃあ100位から読みます。100位ハッチさんありがとう。99位なべちゃんありがとう。98位青色大好きさんありがとう。97位ポポンさんありがとう。96位ほうしゅんしょうさん Thank you トーシャーカムサウニダー。95位わらびもちさんありがとう。94位ササダンササダンゴ、ササダンゴ来とるやん。ササダンゴおるやん。ササダンゴおるやん。ササダンゴおるんやけど。ササダンゴ無理し。ササダンゴおる。やっほー、ササダンゴ嬉しい。ササダンゴおるやん。やば、嬉しい。ゆるキャラなんですよ。そう、新潟のゆるキャラで結構話すの。ササダンゴン3円推しなのに来てくれた。94位にササダンゴン、ササダンゴンおる。やばい、後でちょっとリップしますね。やばい。95位キーサーラギさんありがとう。94位タマボーズさん、これ、ね、ネギボーズさんありがとう。93位お姉さんありがとう。92位ひなこさんありがとう。91位ネッシーさんありがとう。90位田辺さんありがとう。89位オレリーさんありがとう。88位ヤングユリナーさんカムサムニダー。87位ローキッチさんありがとう。86位サー君ありがとう。85位チャリオありがとう。84位今日はおしめんさんありがとう。83位ベースさんありがとう。82位ナポリンさんありがとう。81位てっちゃんありがとう。80位パッチャさんありがとう。79位ジャックさんありがとう。78位リクオありがとう。77位サエッチさんありがとう。76位アオさんありがとう。75位ソフィアンサビダマニカさん Thank you。 74位カゲロウさんありがとう。73位草加駅さんありがとう。72位ヨッパライダーさんありがとう。71位マサトくんありがとう。70位マサキあと山口さんありがとう。69位ガッチャンありがとう。68位ターボーくんだよーんさんありがとう。67位ネギ師匠ありがとう。66位タカさんありがとう。65位トククさんありがとう。64位みなみさんありがとう。63位マイマイありがとう。62位ベニーちゃんありがとう。61位ベーコンさんありがとう。60位カイくんありがとう。59位リミさんありがとう。
58位ゆりかん、ありがとう。57位やっさん、ありがとう。56位じゃーんちゃんよしさん、ありがとう。55位ももさん、ありがとう。54位りょくさん、ありがとう。53位ジェットマンさん、ありがとう。52位こいしてカープ、ありがとう。51位ラパンさん、ありがとう。50位豆太郎大きなさん、ありがとう。49位とちさん、ありがとう。48位はとくん、ありがとう。47位ゆうたくん、ありがとう。46位ゆりちゃん、ありがとう。45位えいじくん、ありがとう。44位うしたん、ありがとう。42位小池屋ポテオさん、ありがとう。42位まさっちさん、ありがとう。41位達郎、ありがとう。40位まいかちゃん、ありがとう。39位コシヒカリさん、ありがとう。38位まつさん、ありがとう。37位ほいほいほいさん、ありがとう。36位直樹くん、ありがとう。35位マッキーさん、ありがとう。34位あきらん、ありがとう。33位ガッチさん、ありがとう。32位キモツン、ありがとう。31位もちこちゃん、ありがとう。30位ゆりちゃん、ありがとう。29位にしくん、ありがとう。28位ゆきメロディー、ありがとう。27位娘メロディー、ありがとう。26位サワジカルさん、ありがとう。25位エビシチューさん、ありがとう。24位ケンくん、ありがとう。23位つるさん、ありがとう。22位東京1068さん、ありがとう。21位佐賀さん、ありがとう。20位ノーティーさん、ありがとう。19位ロコポコ、Thank you。 18位ジャーキー、ありがとう。17位広島レモンさん、ありがとう。16位カジさん、ありがとう。15位カレーナンバンさん、ありがとう。14位ひなっぴさん、ありがとう。13位ケンちゃん、ありがとう。12位カンジさん、ありがとう。11位ウィルソン、ありがとう。10位リュウちゃんうどん、ありがとう。9位めぐちゃん、ありがとう。8位まさぴょん、ありがとう。7位まーちゃん、ありがとう。6位さとくん、ありがとう。5位はるるん、ありがとう。4位たけたけたけしと、ありがとう。3位りりんやんこさん、ありがとう。そして2位がマーシー、ありがとう。そして1位がドゥルル福十三さんです。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、皆様本当に見てくださってありがとうございます。そしてあの壇上100位から読み上げたんですけど、100位に入ってない方も今見てくださってる方もいると思うので、見てくださって本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。もうイベントが終わっちゃったんですけども、またイベント終わってから明日もね配信させていただくので、ゆっくりお茶でも飲みながら話しましょう。また絶対来てくださいね、約束ですよ。またしっかりいろんな形でお礼させていただくので、これからもどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ30分になったので配信切らせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。また会おうね、ありがとう。もしよければインスタグラムと X のフォローよろしくお願いします。あのお礼配信のこととか更新するので、イベントに1回でも来てくださった方はぜひフォローしてお礼配信また来てください。 X の X で更新していくので、じゃあまたね、お疲れ様、バイバーイ、おやすみ。